サンピエトロ大聖堂、サンピエトロ大聖堂、サンピエトロ大聖堂、イタリア語は、バチカン市国南東端にあるカトリック教会の総本山。サンピエトロは、聖ペトロの意で、キリスト教の使徒ペトロ、ペテーロのイタリア語読みに由来する。サンピエトロ大寺院、聖ペテロ大聖堂などと表記されることもある。カトリック教会の伝承によれば、 サンピエトロ大聖堂はもともと首都ペトロの墓所を祀る聖堂とされ、キリスト教の教会建築としては世界最大級の大きさを誇る。床面積2万3000メートル、北に隣接してローマ教皇の住むバチカン宮殿、バチカン美術館などがあり、国全体がバチカン四国としてユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。サンピエトロ大聖堂は、 世界最大級の境界道建築である。創建は4世紀。現在の聖堂は2代目にあたり、1626年に完成したものである。高さ約120メートル、最大幅約156メートル、長さ211.5メートル、総面積は49,737メートル。境界道の全部には、長径200メートル、単径165メートルの広場、 サンピエトロ広場が存在する。北側にはバチカン宮殿、南に教皇越検所と宝物館が隣接する。ルネサンス時代、バロック時代を通じ、ローマ教皇にふさわしい巨大教会堂として再建され、当時の第一級の芸術家たちがその造営に携わった。その巨大さ、荘厳さ、内部装飾の豪華さを含め、聖堂の中の聖堂と呼ぶにふさわしいよう。 誇っている。本来は、コンスタンティヌス一世により、聖ペテロのものとされる墓を参拝するための殉教者、記念教会堂として建設されたものである。14世紀まで、ローマ司教、現在のローマ教皇の司教座聖堂は、コンスタンティヌスのバシリカ、現在のサンジョバニー・ラテラの大聖堂であった。アビニョン補修によって、ラテラーの宮殿が荒廃したため、1377年に、 ローマに戻った教皇によって、ローマ教皇の座所となる。最初の教会堂が大聖堂ではなく、聖ペテロの墓地の巡礼を目的として設計されたため、本来は東側に向けて構築されるはずのアプスは、西に向けられ、東側には入り口が設けられている。サンピエトロ大聖堂のイタリア語名称は、バシリカ DI サンピエトロインバティコのバティカーの丘陵にある聖ペテロのバシリカであるが、 この教会堂をバシリカと呼ぶのは、ローマ建築から初期キリスト教建築に連なる伝統的なバシリカだからというわけではない。現在のカトリック教会は、重要な教会堂や大聖堂にバシリカの語を当てているが、本来はローマ教皇によって宗教的特権を与えられた七つの教会堂を示すもので、サンピエトロ大聖堂はその一つであることを意味する。実際に、 現在の聖堂は、伝統的なバシリカ式の教会堂建築ではない。特権を与えられた7つのバシリカは、サンピエトロ大聖堂のほか、サンタマリア・マジョーレ大聖堂、サン・ジョバン・ニン・ラテラの大聖堂、サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラ大聖堂、サン・セバスティアーの大聖堂、そして、サンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ大聖堂で、かつては、青年に巡礼を行うと、職有されるとされた。 教会堂であった。歴史学的には、ペテイロがローマで殉教したとする確実な資料が存在していないので、建設地が本当にペテイロの墓地だったかどうかについては、古くから反論がある。ローマ教皇庁が1950年に行った、声明に先立つ1939年からの発掘では、大聖堂地下において、墓碑と、 トロフェオと呼ばれる祭壇の柱が発見され、さらにネクロポリス、墓地全容も判明した。これが、ペテロのものであるという確証はない。ただ、トロフィーオからは古くは、アウグストゥス時代のコインも発見され、当時から崇拝の対象になっていたことがわかる。現在は、内部の一部も見学できるネクロポリスは、全体の長さ60メートルほどの通路の両側に、大小、125秒。 マウソレウムが並んでいる。ペテロの墓と言われている部分の上に赤い壁があり、そこにトロフェオが築かれていた。この場所はカンポピーという名称が付けられている。ネクロポリスは地下聖堂、グロッタの床下6メートル、現在の大聖堂の床からは10メートル下にある。カンポピー部分の上にはコンフェッシュオーネがあり、その奥には赤い壁をうがつ形で、 バリウムの壁が置かれている。この壁岸の真上が教皇の祭壇が位置する。これらはペテロの墓の位置を知らしめるための配置である。なお、かつてここにはネロのチルクス競技場があり、64年に発生したローマ大化で罪を着せたキリスト教徒をここで見せ物を兼ねた数々の残虐な刑に処したといい、この中に ペテロもいたと伝わるため、しばしばペテロ殉教の地とされることもある。しかし、15世紀にはペテロが逆さ十字に架けられたのは黄金のヤニクルム、つまりジャニコロの丘のモントリオ、サンピエトロイン、モントリオ教会のある場所であるとされ、現在はそこにドナトブラマンテの設計したテンピエットが建設されている。初代サンピエトロ大聖堂は、 ローマ帝国の皇帝として初めてキリスト教を公認し、自らも帰えしたコンスタンティヌス一世の指示で建設されたバシリカ式教会堂である。アウレリアヌス城壁の外、バティカヌス丘陵,陵に2世紀になって整備された、異教と用墓地区域にある聖ペテロラのネクロポリスを覆うように計画された。これは、夢のお告げを受け十字架の旗を掲げミルイス橋の戦いに勝利したことから、 その感謝の捧げ物、エクスボートとして、聖人の墓の上に建てられた6つの聖堂の一つである。この工事には2つの問題があった。1つ目は、ローマ法が禁じていた墳墓の冒徳に反し、当時も使われていたと考えられるネクロポリスを埋めてしまうという点である。2つ目は、墓所が傾斜地にあり、バシリカを建設するには10メートルもの高低差を、 整地しなければならない点であった。これらは皇帝の権威で推し進められた。最初の大聖堂の形態は、313年頃に建設されたバシリカサルアトロス、すなわち、旧聖主大聖堂を、現在のサンジョバン・ニン・ラテラの大聖堂を原型とするもので、324年以前、おそらく319年から322年の間に着工され、 振動は360年頃、アトリウムは390年頃、内部装飾は5世紀中期までには完成した。一列22本の列柱によって構成された後、老式走り下は、アプスを含めた最大長さ119メートル、振動長さ90メートル、幅64メートルに達する巨大なもので、当時すでにヨーロッパ最大の境界道であった。ただし、 この初代サンピエトロ大聖堂は、主教座教会堂ではなく、アプス中央にあるペトロの墓所を聖地として、多くの巡礼者を集めた巡教者記念教会堂、及び巡礼教会堂であり、古代、中世の教皇の住まいは、首都と世界の本山にして、主席教会堂と称された、旧聖主大聖堂に隣接するラテラの宮殿であった。896年に、旧聖主大聖堂は、 聖ヨハネに剣道され、主席教会堂の損傷は、サンピエトロ大聖堂に移されることになった。バシリカ式教会堂を舞台とする有名な出来事には、カール大帝の体感がある。教皇の座に、レオ三世がつくと、799年に反発者らが、襲撃をかけ、教皇は、フランク王国へ逃げ込み大帝の保護を受けた。大帝は教皇をローマに故装し、 代理人を立て裁判を開かせたが収まらず、ついに大帝本人がローマに入り事態を収集した。この功績から大帝は冠を授かることになり、クリスマスの日に祭壇の前で教皇が黄金の王冠を大帝の頭に乗せた。現在のサンピエトロ大聖堂の神道中央にマダライシの円盤があるが、これは旧聖堂の祭壇前から移されたもので、 カール大帝はこの石板の上にひざまずいて、はじめ感を受けたと言われる。現在、この創建当時のサンピエトロ大聖堂は失われて、しまったが、サンパオロフ・フォーリレ・ムーラ大聖堂は、旧サンピエトロ大聖堂と、ファサードや平面がよく似ており、当時の教会堂を忍ぶのに適している。また、新聖堂が建設された16世紀に、聖職者のティベリオ・アルファラーノと交渉人の、 ジャコモグリマルディが残した平面図やデッサン及び記録や複数の画家による絵画からも旧聖堂がどのようなものだったか知ることができる。最初にバシリカ式教会堂を建て替えようという構想を持ったのは教皇ニコラウス五世であった。1377年当時のローマ人口は1万7000と推計され、衰退した都市に落ちぶれていた。 サンピエトロ大聖堂も老朽化が激しく、側壁が外れ、屋根は今にも落ちそうであった。また、当時の目からするといかにも古臭く、そやな時代に建てられたものという国標も残っている。教皇と、レオンバッティスター・アルベルティが立案したローマ復興の計画は、城壁や町の整備の他に、大聖堂の再建が挙げられた。しかし、ニコラウス五世の在位は八年で終わり、 工事の中断とともに再着手はなかなか行われなかった。現在見られる大聖堂の建設は1499年に教皇アレクサンデル六世がサンピエトロ大聖堂の改築を思い立ち1505年の秋頃に教皇ユリウス二世によって改築の決定が行われたことによって始まる。当初は自らの墓碑を据える発想だったが ジュリアーノ・ダ・サンガロの新制度建設の提案をもとに計画がどんどん膨らみ全面的に建て替える壮大なものになった建築設計協議によってドナト・トブラ・マンテが主任建築家に任命され1506年4月1日に非公式展そして4月18日には基礎石の設置式展が行われているただしこれらの作業に伴う改築決定の直例や 古い制度を壊す契約書といった公式書簡は全く残されていない。このため、ユリウス2世とブラマンテは、まだ使用に耐えうる旧制度を破壊の公式な決定をあえて避けたとも考えられている。ただし、ユリウス2世は各地に当てた書簡の端々で、旧シリカが倒壊寸前であること、状況を打開するには思い切った行動が必要であることを説明している。 ブラマンテの計画案は、現在、フィレンツェのウフィッツィ美術館に収められているが、彼が、この大聖堂について決定した事項について知られているのはこの平面プランと基礎石の下に埋め込まれ、ペテイロの神殿の再生の文字と立面を刻印した、カラドス創作の記念メダルを置いて、他にない。これは、中央に大きなドームを持つギリシャ十字型の建物であり、四隅の塔や、 小さなドームなどを備えながら、ファサードを持たない構造だった。この設計の特色は、ルネサンス的な美学が反映している。建物は、各部が、回転対象にデザインされた集中的プランと呼ばれる、もので、数学的調和を重視した結果である。ドームも、また同様に、宇宙を象徴する完全な半球が想定された。オノフリウス・パンビニウスとセバスティアーノ・セルリオが、 木造模型ですら未完だったと述べていることから、これ以上のことは、おそらく何も決まってはいなかったと推察されている。1506年の式典に際して、主ドームを支える柱の位置が決定されたが、当初のプランではドームを支えるには全く強度が足りなかったため、ブラマンテが存命中にも柱は増強され、後に柱は太くされた。この事実によって推察されるのは、工事全体の規模が、 当時の芸術家や職人の把握できる限界を超えていたということである。それでも、1510年1月16日にドームを支持する4つのアーチが完成し、1512年には内陣部分の構造が完成した。しかし、ユリウス二世は1512年、ブラマンテは1514年にそれぞれ死去し、彼らが残したものは4本の柱とアーチだけであった。 次の教皇レオ・十世は、ラファエロ・サンティを起用し、ジュリアーノ・ダ・サンガロとフラジョ・コンドを補佐につけた。しかし、ジュリアーノは、間もなく死去し、老いのアントニオ・ダ・サンガロイル・ジョバネが任を継いだ。彼らの補佐建築家、ソット・アルキテッド・オーレには、バルダシサ・アーレベルツが刺された。ラファエロは設計の変更に着手した。一つは、レオ・十世が、バッシリカの聖堂をすべて覆う、大聖堂を望んだこと、 またブラマンテの集中式プランはミサなどを行いにくい、実用面での欠点がして切れた。ラファエロは新郎を備える古典的なラテン十字形プランを計画した。しかし工事はほとんど進展しないまま1520年にラファエロが翌年にはレオ十世が亡くなった。協楽主義のレオ十世は法刀を重ね財政の圧迫と 政治的混乱そして宗教的離反を招いていた。彼に続く、ハドリアノス6世は執実だが芸術を虚色と嫌い、建設は止まったままになった。次の教皇クレメンス7世は芸術を理解する人文主義者であったが、マルティンルターの宗教改革の時代に、カトリック教会は厳しい情勢下にあった。さらに追い打ちをかけた出来事が、1527年5月の カール5世の軍隊によるローマ略奪、サッコディローまであった。大聖堂も被害を受け、ユリウス2世裏など墓を暴き、貴重な古文書や文献が失われた。ペルッチはスペイン人に捕らえられ、画家とわかってようやく解放された。このような事件や財政不足から大聖堂の建設はほとんど進まなかった。 1532から1536年ローマを訪れたオランダ人画家は当時の大聖堂をスケッチしたが、それによると主導ムを支える柱と掛けられた各館ボールト以外の主要構造部分はほとんど工事が進んでいなのがわかる。壮大ながら工事途上で残されたアーチと柱の上に長らく放置されたために履いた雑草も描いた。メーカー出身のパウルス世が 教皇になると、1536年頃からまた、大聖堂の建設が再開された。しかし財政が好転したわけではなく、別の名目で得たスペインからの拠出金を流用したり、免罪府の許可などで賄った。さらには、石材をフォロロマーノから切り出すことまで許可し、古代ローマの遺跡破壊をもたらした。ラファエロが亡くなった1520年にカポマエストロ、 主任建築家を継いでいたサンガンロは、建築が活発になり出した1538年頃から8年間に渡り、工事を統括した。彼は、集中式ギリシア十字形プランとパジリカ的なラテン十字形プランの接中的な案を提示した。これは、集中式プランの前面に外線門風のファサードを付け、内部にもデアンブラ通りを、シューフォローを設けるなど複雑なものだった。 彼は自分の案をもとに7.36.0メートルの木製モデルを製作させたが、それからわかる計画は2本の高い塔や細々した装飾に過剰な曲げに凝ったものだった。この計画は当初から反対意見があったが、最終的に承認された。しかしながら1546年に亡くなったサンガロが残した業績は、この 差し物在庫の傑作と言われる木製モデルと大聖堂の床を3メートル高く変更し、後年に地下礼拝堂を建設できる余地を生んだ程度に終わった。サンガロの死後、後任にはジュリオ・ロマーノが選ばれたが直後に世を去り、ついにミケランジェロ・ブオナローティに白羽の矢が立った。この時彼は、すでに71歳と高齢で断ったが押し切られ、それからは、 超人的な能力でこの計画を推し進め、根本的な解決案を作成した。彼はまず、ラテン十字のプランを、ブラマンテの計画した集中式プランに改変し、主導部を支える柱の肉厚を増すとともに、サンガロのプランが最高に難を抱えていた点を指摘して出来上がっていた工事部分の2、3を破壊してまで建物の輪郭を縮小した。こうして彼は、 工事の規模自体を縮小して、コストを切り詰め、造営工事の進捗を促したのである。彼のプランと建築計画はサンガロ派から激しい攻撃を受けたが、ミケランジェロは無休で晩年の17年間を大聖堂建築に捧げた。現在のサンピエトロ大聖堂は、後の計画変更で追加されたファサードを除けば、基本的な部分はミケランジェロの手による。造営工事は、 迅速に進められることになり、ミケランジェロの没年である1564年に、工事は、ドーム下部構造のドラムにまで到達した。以後の工事は、ピッテオリゴーリオを経て、ジャコモ・バロッチ・ザ・ビニオーラが、主任建築家になり、引き継がれた。彼は主に四隅の礼拝堂建設を担った。ただこの頃は、レパントの海戦など取ることの争いに向けた資質があり、工事はあまり進まなかった。 大聖堂建設は16世紀末から活況を呈した。これは、グレゴリウス13世からシクストス5世の頃に、ローマ全体で積極的な都市計画と建築が行われ、その一環として大聖堂へも力が注がれたためであ、主任建築家には、ジャコモデラポルタが指名され、都市計画で手腕を発揮したドメニコ・フォンターナが協力することになった。 今日残っているブラマンテのプランでは、ドームは完全な半球であったが、工事を引き継いだ。フォンターナとデッダ・ポルタは、静止力学的な解放から戦闘型ドームを採用した。ミケランジェロが外角を半球かつむか決めかねていたことを伺わせる資料が残っているため、この手直しがデッダ・ポルタらの独創かミケランジェロの影響があるかは、明瞭はない。しかしともかく、 ドームは1588年から1590年にかけて昼夜を問わず工事が進められてかけられ、長刀、ランタンは1593年に完成した。ドームの内側はモザイク装飾へ変更されて1598年に着工、1612年に完成した。16世紀末から17世紀初頭。 大聖堂の改築において大聖堂の正面に残っていた旧聖堂の東側部分をどうするかという問題が起こっていた。反宗教改革の流れから保守的な意見が強まったことに加え、初期キリスト教時代のカタコンペが数多く発掘されたことなど考古学的関心が高まる中、由緒ある旧聖堂を残すべきという主張が影響を持っていた。教皇クレメンス八世は、 聖堂の内装工事などに積極的だったが、この問題に結論を下せなかった。しかし旧パジリカの老朽化はひどく、1605年、ついにパウルス五世によって旧聖堂の取り壊しが決断された。1606年には大聖堂の最終的な建築計画が8人の建築家によるコンペティションで競われた、その過程で、 ミケランジェロが理想と考えた集中式プランに対する欠点の指摘が相次ぎミサを遂行したり儀式を補佐する空間が用意されていない点が問題視された。これらの検討の結果、カルロ・マデルノに旧制度の解体とミケランジェロのプランを変更する命が下った。マデルノはミケランジェロのプランに基づきすでに出来上がっていた。 聖堂本体部分に違和感を生じさせないよう延長させ、新郎を設けた。ここには礼拝堂や聖具室など実用的な空間も付け加えた。さらに列中だけのファザードも変更し、通路式のポルティコ、玄関廊とした。この2階部分からは、教皇が祝福を与える場、ロッジアとして想定された。1607年にプランを具体化した木製モデルが、 承認されると、1608年から工事が始まり、1612年に完成した。振動ボールと加工は1614年末に完成。翌年には、新旧制度を分けていた壁が取り払われ、4月12日に新しい制度へ立ち入ることができるようになった。しかし、最終的な剣道式は、ウルバノス発生によって1626年に行われている。 マデルノによる計画は、初期キリスト教建築に遡る伝統的なバシリカではなく、レオンバッティスタ・アルベルティが設計したマントバのサンタンドレイア聖堂と同じ、両側に省令排出を備えた単領式教会堂に近いものである。予定では、正面ファサードの両側には、塔が建設されるはずであったが、現在では、下部構造、ファサードの一部と化しているのみに止まっている。 内陣の聖堂聖大天外、バルダッキーノは、ウルバノス八世の命を受けたジャンロレンツォ・ベルニーニが、設計、製作した。これは1624年に着手され、1633年に、完成した。バルダッキーノのねじれ柱は、旧サンピエトロ大聖堂のパーゴラに使われていた初期、キリスト教時代の円柱を再現したもので、巨大な大聖堂の中心部に視線を集中させる。 かを持つ。またベルニーニは、聖堂中心の四つの柱に、四つの聖遺物、ロンギヌスの槍の砲、聖女、ヘレナの聖十字架の断片、聖ベロニカの布、聖アンデレの頭部を安置する祭壇を設け、その下に、縁の人物像を配した。ベルニーニに与えられた次の仕事はマけルのが設計した、ファサードの衝動だった。すでに基礎のベイは作られていたが、実は、 地盤の弱さが指摘され中止されていたものだった。ベルニーには、円柱を多用した設計案をもとに1638年から工事を開始し、1641年には、左側の塔に総目までを完成させた。ところが、塔とファサードに亀裂が発見され、すぐさま撤去された。ライバルのフランチェスコ・ボルドミーニから激しい非難を受けた、ベルニーには、修正案も否決された。 ファサードの最終的なプロポーション、すなわち、列中路を持つ、楕円形広場もベルニーニの手によるものである。消灯の失敗とウルバノス八世の死後は、干されてしまっていたベルニーニであったが、取り組んだ数少ない仕事の一つ、ウルバノス八世母妃の出来栄えを時の教皇、インドケンティウス10世が認め、時代のアレクサンデル7世は、ベルニーに起用を決めた。 最初の計画案は1656年の夏に作成された。ベルニーニが考案した計画は、現在のルスティクッチ広場に向けて収束するような台形の広場であったが、これはすぐに却下されたため、彼は円形の広場を構築する方向で計画を練り直した。最終的に、レッタ・台形と、オブリクは、楕円形の広場を建設する案が決定され、 1657年3月17日、法王にその計画が提出された。ベルニーに自身が、この広場を、信者を迎えるために、あたかも母が両腕を差し出しているかのように見せる。コロネード、中老を備えていなくてはならないと表しているように、サンピエトロの広場は、広場としての境界は明瞭であるが、コロネードによって外部に対しても開かれている格好になっており、 信者を緩やかに包容するものになっている。また、マデルノによるファサードは、両側に主論が建設されることを意図して、高さに対し幅の広い、やや鈍重な形状になっていたが、ベルニーには、オブリクは広場に接続する列タ広場の開口部をファサードよりも狭くし、大聖堂側に向けて、コロネードを低くすることによって、大聖堂の高さを強調するような視覚効果を与えた。 4列のドリス式円柱と140体の聖人像で飾られたコロネードは1667年に完成したが、ベルニーニの考えでは玄関にあたる部分に第3のコロネードと大聖堂のファサードから離れた位置の両側に首狼を建設する予定であった。しかし、これはアレクサンデル7世が1667年に他界したため頓挫し、計画のみに終わっている。 広場と並行して、ベルニーには、聖堂内に、司教座の工人、アプスを備える装飾にも取り組んだ。彼は、旧聖堂に伝わる聖ペテロが使ったという木製の椅子、カテドラペトリー、後の科学分析で否定されたお工人に据え、これを4人の教会博士が支える構図の彫刻を、中心に装飾する計画を立て、教皇が、ペテロの正当な後継者だと、 原因づけようと考えた。これは10年の期間を要して1666年に完成した。ベルニーニは1680年に亡くなった。この時にはサンピエトロ大聖堂は現在見せる形にほぼ仕上がっていた。建物建築に120年、周辺整備や装飾にさらに50年が費やされた。フォンターナとデイ・ポルタは鉄製のテンションリングを埋め込んで、 ドームを補強していたが、18世紀になると、このドームに亀裂が発見され、倒壊するのではないかとの噂が立った。この亀裂は、専門家によって危険がないと判断されたが、1734年から1744年にかけて、ルイジ・バンビテリによって、さらに5本の鉄製テンションリグが埋め込まれている。 サンピエトロ大聖堂を含むイタリアを訪れた観光客がかかるスタンダール症候群という病気を1979年にフィレンツェの精神科医師がジェ・ラ・マゲリーニが指摘した。これは膨大な芸術作品群をできる限り多く見て回ろうとする脅迫観念が観光を楽しむ余裕を奪い頭痛などの症状を発するものである。1975年に ガラッシュ・パルッチが表した本によると、大聖堂の美術品は、トラベルティの像165体、ストッコ像125体、大理石長像が110体、ブロンズ像40体があると記されており、その一つ一つが大作揃いである。祭壇画は、ほとんどが、モザイクの複製画に取り替えられているが、これも膨大な数になる。聖堂内にある、 歴代教皇の墓は147基あり、多くは地下礼拝堂にあるが堂内でも、たくさんの墓碑を見ることができる。広場は楕円型と台形が組み合わさったコロネードに囲まれ、中央には高さ25.5メートルのオペリスクがある。このオペリスクは、カリグラ邸の戦車競技場にあったもので、旧パジリカ時代には大聖堂の横に立っていたが、1686年に、 現在の場所へ移された。コロネードの湾曲部分は楕円と言われるが、実際は、それぞれの中心がもう一方の円周上にある二つの正円ある。各中心には円盤の目印があり、ここから眺めると4列の柱が重なって一本に見える。柱の総数は、同理組織円柱が240本、ピラスター、各柱が88本。 そして高さ3.2メートルの聖人像144体がある。大円中心部には2つの噴水があり、右側はカルノ・マデルノ1613年、左側はカルル・フォンターナ1677年の作である。19世紀中頃、聖ペテロと聖パウロの像は15世紀の彫刻から現在のものへと置き換えられた。 ファサードは2階構造で8本の円柱、6本の半角柱、4本の角柱が支える。屋上にはそれぞれ5.7メートル高の聖人像13体が飾られ、その下になる2階部分には5つのバルコニーがある。その中央は教皇が祝福を行う専用のロッチャとなっている。ポルティコ、玄関路から聖堂内に入る扉は5つあり、右から 聖なる扉、ポルタ・サンタ、ポロミーに設計、奇跡の扉、ベンルチオ、クロチェッティ、中央の扉、アントニオ・フィラレーテ、旧聖堂から、遺説、善と悪の扉、ルチアーノ・ミングッチ、死の扉、ジャコモ・マンズー、1964年である。中央扉上部には、ベルニーニ・ラ作の浮き彫り、私の羊を変え、1646年がある。 反対のファサード側にあるモザイクが、小ネ・ナビチェッダ、ジョット、1298年は、旧制度の前提にあったものだが、後に修復を受けた際に大きく改変された。ポルティコの右側には、バチカン宮殿へ繋がる階段、スカラ、レイジャの踊り場には、ベルニーニ作のコンスタンティヌス帝の騎馬像、1669年があり、反対の左側には、 カール大帝の騎馬像、コルナッキーに、1730から1735年、がある。新郎に入って、右手前に、通称、ピエタ礼拝堂がある。正式には、クロチフィッソ、卓形像礼拝堂というが、ミケランジェロの、ピエタ像が安置されたことからこう呼ばれる。旧聖堂から移されたピエタ像は新聖堂内で、場所を何度も変えられたが、 1749年に、この場所に落ち着いた。1972年には、トルコ人の精神描写がハンマーを打ち付ける事件が起き、それ以来防弾ガラスが据えられている。次には、サンセバスティアーの礼拝堂があり、モザイクが、セイセバスティアヌスの殉教、ドメニキーノがある。この右壁には、教皇ピュース十一世の母妃、左壁には、教皇ピュース十二世の母妃がある。 次にある、サクラメント、生体礼拝堂はもともと聖具室だった。ボルドミーニによる特徴的な鉄作の中に、神殿形式のチッポーリオト天使は、ベルニーに咲く。背後には、聖堂内唯一の油彩が、聖三味一体、ピエトロ・ダ・コルトーナがあり、右壁には、モザイクが、聖フランチェスコの宝閲、ドメニキーの天井には、スコット装飾、カゾラーノと、 ダーリアと伝わるガール。新郎に入って、右手前に、洗礼礼拝堂があり、据えられたブロンズ製の洗い台板は、カルル・フォンターナがデザインした。祭壇には、モザイク画が、中央に、キリストの洗礼、弦がカルロ・マラッタ。右には、聖、ブロケッススト、聖、マルティニアーヌスに洗礼を授ける聖ペテロ、弦がパッセリ。 左には、ケントリオン・コルネリウスに洗礼を授ける聖ペテロ、原画、プロカッツーニがある。次の礼拝堂へ繋がる部分には、マリア・クレメンティナ・ソビエスカの母妃、彫刻、ピエトロ・ブラッチの母妃。その向かいには、彼女が嫁いだ、スチュアート家の人々の母妃、アントニオ・ノーバがある。次の礼拝堂は、プレゼンタツヨーネ、ミヤマイリ・礼拝堂を呼ばれ、ヨハンネス十三世の浮き彫りモニュメント。 エミリオ・グレコ、教皇ベネディクトス十五世のモニュメント、ピエトロ・カノニカがあり、祭壇には、教皇ピウス十世の遺体が安置され、モザイクが、マリアのミヤマイリ、下へ、ロマネッリがある。奥への接続部には、墓碑としては、唯一旧聖堂から移された、教皇インノケンテウス八世の墓碑があるが、古いスケッチからの類推では当初と左右を逆転して、据えられている。この奥には、 三次会員のためのコ路礼拝堂があり、ジャコモデッタ・ポルタ設計、ジャンバッティ・スタリッチ制作と伝わる、ストッコ装飾が飾る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。